紀元前の地層から発掘された物体は未だ構成素材からその用途目的まで全く解明できない。さらに興味深い難問がもう一つある。科研三部調査班の報告によると、例の物体と一緒にロボノイドが発掘されたらしい。クリエイトタイプ ID00104。バカな、紀元前ですぞ。しかもここにいるクリエイターと同じ型番、なんかの間違いでは。確かに私もそう思った。だが製造元である我々が発掘したのだ。間違いようがない。理解不能です。やる気あんのか。とっとと調べさせろよ。双子の兄弟なのかな。いいね、それ面白いよ。現在記憶データ解析中だ。分かり次第追って連絡する。それから、今日は君たちのテスト最終日だったな。上層部も新潟には期待しておる。頑張ってくれたまえ。親父、気合がありゃテストなんざ必要ねえよ。天外ガイの成績はどうなのかね。最低であります。これは確かに。サムは人手が足りないんだからクローンを導入すべきですよ。クローンか。技術的にはロボノイドに任せれば簡単に作れるから問題はないが。上層部ですね、まったく何考えてんだが。あ、ところでこいつどうですか。石は全くわからん。ロボノイドの記憶はあと少し。出た。どんな感じですか。こんなことが。コンピューター、最後の方を見せてくれ。この石のような物体って、まさかこいつですか。緊急回線。記憶データだ。なんということだ。司令部より二条警報レベル A が発令されています。レベル A って最高ランクでしょ。やばいんでしょ。状況を報告しろ。正体不明の飛行物体に包囲されています。よし、1200まで接近。パイロット各員は別名あるまで戦闘配信して待機。了解。西暦2520年7月14日、この日、世界は消滅した。我々4人と1体のロボノイドを残して。んじゃま一丁やりますか。やっぱ戦うの？うわー、やってやるぜおやつの敵。また行っちゃったよ。艦長出るぜ。西暦2521年7月13日、あれから1年が経とうとしている。船のエネルギー、食料が底をつき始めたため、我々はいやおうなしに地上へ降りなければならなくなっている。この宇宙巡洋艦テトラが新型戦闘機3機を搭載しているとはいえ、今回の旗艦が大きな賭けであることに違いはない。正面からの戦闘はできる限り避けねばならんのだが。